はい、これがまかつの、おかず棒付きっていう仕掛けです。こういう、コンパクトザオの場合に、堤防で何でもいいから、釣ってみたいっていう時に、この棒付き仕掛けっていうのが役に立ちます。釣れる魚が、メバル、ガシラ、アコウ、イシガキダイ、カワハギ、コロダイって書いてますけど、このミナベの周辺で釣れるのは、このガシラ、イシガキダイ、カワハギで、まあ、コロダイの小さいのも、釣れます。で、この後ろに、開けるところがあるんで、ここを開けます。で、開けるとここにスナップがついています。で、スナップ付きなんで、もうここを伸ばしていったら、全部仕掛けが出てきますん で, でこれを簡単にするためにこの道糸の先端に輪っかを作ります。まずこう1本ありますんで、これを半分に折ります。こういう風に折って、でこれで一番簡単な輪っかの仕方でこういう風に通します。でこのままぐーっと引っ張っていきます。で、これだけでもガシラ釣りとかには十分な強度がありますので、これで大丈夫です。でこの端っこの糸っていうのは後で切ります。でこの輪っかのところにこのスナップ、ここが、こっち側は、固定されてるんですけど、こっち側が押したら動きます。ここをちょっと爪で押すとこういう風に外れますんで、外れたところにさっき作ったこの輪っかを入れます。でこのままだとこうやってまた外れてしまうんで、この蓋を閉じます。こういう風になります。でここからこれをゆっくり引っ張っていきます。そしたら、順番に針が出てきて、で、この箱が外れます。でこういう風に、鉛が出てきます。こういう風な仕掛けですね。下に、鉛っていうこの重りがついていて、針が3本ついてます。こういう釣りは、浮きをつけない釣りになるんで、海の底まで、この仕掛けをこういう風に落として、下にいる魚を、釣るというような仕掛けですね。こういうちょっと大きめの針がついています。はい、